コンピュータ通信において問い合わせ文字とは制御文字の一種であり、接続が完了した受信側に対して応答を要請するのに使用する。これは受信側がまだ存在するかどうかを確認するためのもので、この信号が受信側では応答のためのトリガーとなる。応答とルー信号を送った端末へのアンサーバックコードは受信局の局式別紙。 運用中の機材のタイプとつぼねの状態が含まれる。テレタイプ社モデル33のアンサーバックドラム。問い合わせに対する応答メッセージをコード化する。いくつかのテレタイプ端末はプログラム可能なドラムが備えられており、20から22文字の応答メッセージを保持することができた。メッセージはドラムからタブを取ることによってドラムでコード化された。設定で有効にしていれば、 問い合わせ信号の受信と同時に、またはキーボードでヒアイズキーを押すことによって設定した応答メッセージが送信される。5ビットの ITA2 コードでは9が問い合わせ文字に割り当てられた。ASCII では5が割り当てられた。1960年代 DEG はモデル33のアンサーバック機能を動作しないようにした。これは バイナリデータを紙テープ読み取り装置とパンチャーで取り扱うのに、この機能が支障となったためである。しかし、DEG の VT100 端末は1978年から問い合わせ文字に対してユーザー設定できるアンサーバックメッセージを返すようになり、後継機種もそれに習った。問い合わせ文字は、ASCII とユニコードでは10進数で5、16進数で 0X05。 に割り当てられている。キャレット気泡では、ハット E と表され、ユニコードでは、制御文字の図形表現としてが定義されている。GD ネットデフィニッション4、インクワイリーキャラクター、ハットエーティス、テレコムグロッサリハット、ASR33 テレタイプ、リアビューオブメインアセンブリー。2016年4月4日閲覧、テレタイプモデル 32AASR。 2016年4月4日閲覧。PDP-8 メンテナンスマニュアル、デジタルエキプメントコープ、回 -87-266。87 2 66 1966ページ5からに、VT100 ユーザーガイド、デジタルエキプメントコーポレーション、http コロンスラッシュスラッシュ www.bitsavrs.org スラッシュ pdf スラッシュディセンバースラッシュターミナルスラッシュ vt100 スラッシュ ek-vt100-ug-001VT100 ユーザーガイドオーガスト 78pdf ありがとうございます。